デニス・ラルストンは、アメリカ・カリフォルニア州、ベイカーズ・フィールド出身の男子テニス選手。フルネームは、ロバート・デニス・ラルストンという、1966年のウィンブルドン選手権、男子シングルス準優勝者。キャリアを通じて、ダブルスに優れ、四大大会の男子ダブルスで、通算5勝を挙げた。身長183センチメートルほどの長身と、 ほっそりした体格の持ち主でサービスグラウンドストロークボレーのいずれにも優れたオールラウンドプレイヤーであった右利きの選手。デニス・ラルストンは1960年のウィンブルドン選手権で南カリフォルニア大学のチームメイトだったラファエル・オスナと組んで男子ダブルス優勝を果たした。この年からラルストンは男子テニス国別対抗戦。 デビスカップのアメリカ代表選手になる。1961年から1964年まで、ラルストンは、同じアメリカのチャック・マッキンリーとペアを組み、全米選手権の男子ダブルスで4年連続決勝進出を果たした。その間、1961年から1963年まで、メキシコペアのラファエル・オスナアントニオ・パラフォックス組と3年連続の、 決勝対決をしている。1962年はオスナパラフォックス組が勝ったが、1961年1963年1964年はラルストンマッキンリー組が三勝を挙げた。ラルストンとマッキンリーは、1964年までデビスカップのダブルス戦でもペアを組み、1963年のデハイアメリカチームの優勝に貢献した。 1966年、デニス・ラルストンのテニス経歴は最盛期を迎える。ダブルスでは同じアメリカのクラーク・グレーブナーとペアを組み、全仏選手権で初優勝を飾った。ラルストンとグレーブナーは決勝でルーマニアペアのイリナスターゼ・ンイオン・ティリアック組を6から3、6から3、6から0のストレートで圧倒した。続くウィンブルドン選手権で ラルストンは男子シングルス、混合ダブルスの2部門で決勝に進出する。男子シングルス決勝では、ラルストンはスペインのマニュエル・サンタナに4から6、9から11、4から6のストレートで敗れた。混合ダブルス決勝は1962年以来4年ぶり2度目の進出で、パートナーはビリー・ジーン・キング夫人と組んだが、オーストラリアペアのケン・フレッチャー マーガレット・スミス組に敗れ、ラルストンは2部門とも準優勝に終わった。全米選手権では、男子ダブルスで2年ぶり5度目の決勝に進んだが、ラルストンとグレーブナーは、オーストラリアペアのロイ・エマー・ソンフレッド・ストール組に4から6、4から6、4から6で完敗してしまう。この年を最後に、ラルストンは、出ハの米国代表選手から退いた。 1968年、テニス四大大会に、プロ選手の出場を解禁する、オープン化措置が実施されると、ラルストンもプロテニス選手になった。1970年の全豪オープンに初出場した、時、ラルストンは、アーサー・アッシュとの準決勝を3から6、10から8、3から6、1から2で、途中棄権した。彼の四大大会シングルス成績は、 全米選手権は1960年のベスト4、進出。全仏選手権は1966年と1969年の2度しか出場記録がない。同選手権で男子ダブルス優勝を果たした1966年、シングルスは4回戦止まりに終わっている。ラルストンは1972年から1975年まで4年間。 デビスカップのアメリカチーム代表監督も務めた。就任1年目の1972年にアメリカは、デハイワールドグループ決勝でルーマニアを破り、ラルストンは、選手として1963年、監督として1972年のデハイ優勝に、貢献した。1987年に、国際テニス連動入り、 引退後は南メソジスト大学でテニスコーチを務め、教育者としても高い評価を得ている。2020年12月6日に、がんのためテキサス州の病院で死去。78歳遺没。ありがとうございます。